どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこのちっちゃくて薄い G ラボの薄レレウクレレガズモデルを使いまして、いろいろな曲に挑戦していきましょう。さあ皆さん音楽始めましょう。今回のテーマソングはクリスマスソングです。この曲ガズレレで今までなんで取り上げてなかったんだろうっていうぐらい世界中で歌われているクリスマスの大定番曲、こちらドン、ホワイトクリスマス。こちらの曲はね、I dreaming of a white Christmas、 あの曲です。もうクリスマスシーズンになるとどこからともなく街中でかかっている洋楽ですけどね、英語の曲ですけど、これ英語も比較的簡単なんで初心者の人、洋楽初心者の人にも最適だと思います。今から練習していたらクリスマスに間に合いますからね。はい、ゆっくり練習していきましょう。ちょっとねその前にシェアしたいのが、ガズレレではクリスマスソング過去に山ほど取り上げております。今からねどんどん練習しましょう。最初にですけど、ここにちょっとリンク貼っておきます。クリスマスソングの練習するならこのページいっぱいリストになってますからね。これ概要欄にも貼っとくんでちょっと見ておいてください。はい、それではいつものように2バージョンでやっていきます。最初のバージョンは初心者の方でもなるべくできるようにしているガズレレ流超シンプル簡単バージョン、ゆっくりやります。後半はかっこいいバージョン。かっこいいバージョンはあのちょっとダンディーなムード、なんかおしゃれですよね。あのムードを出せるようにかっこいいリズムなどを使って再現していきましょう。2バージョン最後までご覧になってください。さあ皆さん音楽始めましょう。音楽って聞くのもいいけどやる方がもっと最高。今ご覧くださっているガズレレ YouTube チャンネルではですね、今まで音楽やってみたいな、こんな風にクリスマスソング自分も演奏してみたいなと思っていたけどなかなかチャンスがなかったんだよなとか、楽器挑戦したんだけど挫折したんだよなという方、そんな方があっという間にこのちっちゃいウクレレ弾いて歌う弾き語りができるというプログラムがこのガズレレにはあるんです。このプログラムを見てもうめちゃくちゃわかりやすくて簡単で楽しくてどんどん進めるもんだから、世界中の方が何十万人もガズレレで音楽始めてくださってます。皆さんもすぐできますからね。もうちょっとしたらこのプログラムのリンクをここに貼り付けておきます。英語ジャンプしてもらって上から順番に YouTube 動画を見ながらウクレレ触ってるだけであっという間にどんどん音楽できるようになりますよ。 YouTube 動画ですから完全に無料でございます。皆さん今すぐ音楽始めましょう。じゃあそのプログラムのリンクここに貼り付けます。ここから始まります。いってらっしゃい。いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためてきたこの世の中にあるありとあらゆる音楽ジャンルの曲がこのちっちゃいウクレレ一本で弾いて歌える、弾き語りができるレッスン動画と課題曲、すでに1700曲以上もアップロードされております。皆さんの好きな曲必ずあると思いますので、いろいろチェックしてみてください。それでは早速やっていきましょう。ホワイトクリスマス、まずは初心者さん向けシンプル簡単バージョン、ゆっくりとやってみます。クリスマスソングの大定番曲、ホワイトクリスマスガズレレ流シンプル簡単バージョン、やってみました。いやー渋いですね。思わずこうダンディーに歌いたくなっちゃう感じ、フランク・シナトラみたいに歌っちゃいたいです。このビング・クロスビーさんのあの
音源もすごくいいですけどね、もうとにかくこうおしゃれな感じで決めたいなと思うんですけど、今の4つ弾きでも十分ですよね、こうゆっくりやれば。あの雰囲気をこう自分の中のイメージ力結構大事ですからね、楽しんでやっていってください。で、今のバージョンなんですけど、1番やって2番やって終わったよというガゼレレショートカットアレンジバージョンなんですけど、これで本編っていうかオリジナルも1番2番やったらもう1回1番2番やって終わるよみたいな感じでございます。というわけで今のシンプル簡単バージョンは1番2番やって終わったんですけど、後半のかっこいいバージョンは1番2番やったらもう1回1番2番やって終わろうと思います。ちょっとかっこいいバージョンはですね、後半にね、かっちょいあの終わり方もちょっと入れてみましたね、オリジナルアレンジ、ちょっと見てみてください。ひとまずは今のシンプル簡単バージョン動画に合わせて、シンプル簡単バージョンガズレレ動画に合わせて練習スタートしてください。歌詞とコード出てますからね。この曲英語の曲だけど、英語の初心者の人にも比較的これやりやすい曲だと思います。ゆっくりで分かりやすい単語ですからね。まずはその歌詞とコード見ながらガズレレ YouTube チャンネルで一緒に合わせて練習開始してください。で、1個目のゴール設定としては、ガズレレ簡単版の YouTube 動画と一緒にできた方、もうねこれ1個目のゴール達成でいいと思います。できた方おめでとうございます。さあ、そしたら次のステップどんどん行きましょう。次のステップは一体何かというと、今度はガズレレ YouTube を一切見ずに、皆さんお一人だけで歌ってコードを弾いて、メロディーとリズムを生み出す、音楽を生み出す、これをやっていただきたいと思うんですけど、でも最初から歌詞とコードを覚えちゃうのはなかなか難しいと思うんで、まずは楽譜練習してください。楽譜のもう何回も見ながら自分の中に落とし込んでいって、12月24日まで1番ぐらいだったら覚えて、もうパーティーで演奏するもありだと思いますけど、ひとまず楽譜練習がいいと思います。でも楽譜ってどこにあるのということだと思うんですけど、安心してください。今のねこの演奏はね見て、はい、これガズノートを作ってるんですけど、もう29冊目です。はい、29冊目ですよ。はい、これのもう1ページ目にこの曲書きました。はい、見てください。White Christmas、ビン・クロスビーさんが有名でございます。はい、こんな感じで今書いていったんですけれども、もうちょっとしたら画面にこんな風に映して、みんなもこんな風に書いてみたらいいよってシェアしようと思うんですが、今めちゃくちゃいいサービス始まってます。これ、ガズクラブ。このガズクラブって一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げたホワイトクリスマスを含むガズが今まで手書きで書きまくってきた、もう膨大な数のノート楽譜のストックがあるんでございます。で、皆さんはその中から、毎月5曲、面白そう、この曲やってみたいなという曲をお手元にデータとしてダウンロードして、すぐにね YouTube と連動してるんで練習が開始できるよという画期的なサービスなんです。そしてこのガズクラブはですね、楽譜のダウンロード以外にも毎月2回全世界中の方が参加してくださってくれる、ものすごい盛り上がるオンライン大セッションイベント、毎月2回ですよ、オンラインクラブメンバー限定で開催していたりですね、皆さんの演奏動画アップロードできる場所があったりとか、なんかそのガズクラブだけのいろいろイベントが、限定イベントがあったりとか、とにかくここは一個の村みたいな感じで、音楽をいろんな形で楽しもう、いろんな老若男女集まって音楽をガズレレで楽しもうみたいな、そういうことになってます。これ楽譜のダウンロード以外にも一個のね、こう村作りとして動いてますね。はい、これ概要欄にね詳細貼っとくんでチェックしてください。それとはちょっと別なんですけど、このガズレレ大学っていうのもやってます。このガズレレ大学はもう読んで字のごとく大学ですので、ちょっと難しいリズムのお勉強とか、このフレーズここがちょっと難しいとか、8ビートのこの16ビートのこの指使いだとか、ここのフレーズのこの指とかコードとか、そういうことをね、毎週2回のライブ配信でチャットでやり取りしながらリアルタイムで、講義を行っていくという YouTube メンバーシッププログラムという、YouTube のサービスを使っているコミュニティがあります。これもね、なかなかこれはね、面白いですよ。こっちの方もね、概要欄に入って、貼っておきます。あとはね、他にもいろいろやってるんですけど、毎朝7時半からラジオ放送をやってます。スタンド FM というね、アプリの中で、ガズラジというラジオ放送をやってます。これめちゃくちゃいい話してますから、ぜひ皆さんこれ、無料でね、いつでもどこでも聞けて、アーカイブも残ってますんで、ぜひガズラジもですね、チェックお願いします。こっちも概要欄に貼っておきます。それでは、楽譜を見ていきましょう。ホワイトクリスマス、ビン・クロスビーさんです。見ていきましょう。はい、めちゃくちゃシンプルでいい曲なんですよこれ。そしてちょっとガズのノートの特徴なんですけど、これ見てくるっと書くと、ここにフレーズ1って書いてあります。これかっこいいバージョンではここでかっこいいフレーズを入れますよ。後で解説していきます。ここもねほらちょっとコード変わります。今のシンプル簡単バージョンは G7 だったんですけど、これかっこいいバージョンはここ D7G7G7 こんな感じでちょっとアレンジします。この辺は後でねしっかり解説していく。今の、シンプル簡単バージョンはこういうのを除いた上の段ですからね、はい、ここにもちょっとコード変わったりしてます。はい、これ写しとくんでメモ書きしてノートとかに書き出してください。それかさっき紹介させてもらったガズクラブでこの手書きのガズのノートのデータそのままダウンロードするのもすごい有効だと思います。このガズのノートの特徴はこの上の点でリズムを測っていたり、こう伸ばすとかこのねこういうのも結構ねガズレレならではの書き方なんで、はい、そんなことを、踏まえていただいて一時停止で書いていってください。これ1番 OK、はい。で、これ2番でございます。はい。で、今はさっきも説明したんですけど、ここ最後見てもらいたいんですけど、ここがね、シンプル簡単バージョンは、
この上の段をやってここで終わったんです。でかっこいいバージョンは1回目のここをこうやって切ったらここにも書いてあるけど1番2番もう1回繰り返しでこうやって1番やってまた2番繰り返すんですけど、一番最後の最後のラストはこっち側のコード進行になってちょっとかっこいい、エンディングしつけています。これガズレレよく見てる方はこの終わり方しょっちゅう出てくるんですけど、後でこれも解説していきます。ということでこれを写して一時停止で書いてください。はい、じゃあ出てくるコード見ていきましょう。これ見てもらうと分かるように、こうね、赤く囲ってるのは後半やるかっこいいバージョンで出てくるコード、今やったシンプル簡単バージョン、今映ってるこの6個のコードですね、言っていきます。 C と C7、 Am と F、 Dm、 G7、 この6個で今、できました。なんですけど、このかっこいいバージョンで1個だけこの D7 というやつも出てくるんですね。でこれもちょっとおまけに紹介させてください。なぜかというと、今映ってるこの8個のコードはガズレレでは基本中の基本にしている入門コードのグループなんですよ。そのメンバーなんで先にこれを紹介させてください。はい、どうも、ガズレレ必須コード。このガズレレ必須コードっていうのは一体何かというと、ウクレレで音楽始めたいというあなたに一番最初に覚えてもらいたい10個の入門コードのグループでございます。10個も覚えなきゃいけないのかと思うんだけど、入門コードなんで1個ずつ見たらどれもめちゃくちゃ簡単なんだけど、いっぺんに覚えようと思うと頭ごちゃごちゃになるんで、私がめちゃくちゃ分かりやすく皆さんの頭に覚えられちゃう、すごいいい動画撮ってます。このリンク行ってみてください。ここで楽しくコード愉快に覚えてね、いきましょう。今日はそのうちの6個あないし7個出てくるということでございます。はい、この曲はだから今もさっきも何回も言ってるんですけど、英語の曲なんでちょっとね、歌うの難しいかなと思うかもしれないんですけど、よく見てみると言葉そんな多くないんで、ちょっとこう真似しながら英語の曲スタートするね、この曲すごくいいかもしれません。でこの曲をかっこよくする秘訣は、ものすごく溜めて歌ったりすると、まあすごくソウルフルに歌うとみたいな感じで考えてもらうと、溜めですね、溜めて歌うとかっこよさが増すぞというワンポイントをここでちょっとお伝えしつつ、じゃあここからかっこいいバージョンの解説に入っていきましょう。かっこいいバージョンではコードがちょっと追加されます。さっき D7 ね、さっき紹介させてもらった D7 も追加で、あとどんどんいきます。 C のサス4、これは簡単、 C を押さえといて、ここ2弦の1フレット、これが C サス4です。離したら C、 はい、 C と C サス4行ったり来たりします。はい、次これ Fm というコードいきます。 Fm というコードはこれで、ね、よく出てくるコードなんですけど、こことこことここですね。こんな風に押さえるのが、おすすめとか一般的な押さえ方です。はい。で、ガズの場合はこの上の4弦の1フレットを親指で押さえちゃいます。これどっちもね、押さえてる場所は一緒なんでね、皆さんの自分のウクレレを持つ位置とか高さとかサイズとかによって変わってくると思うんで、ガズとしてはどちらでも皆さんが自分試してみて押さえやすい方でいいと思います。人差し指の人は手首を前に出す感じ、親指で押さえた人はこう握り込む感じ、上にね、はい、チャレンジしてみてください。Fm。あともう一個 G というコードも今回一瞬登場。はい、G というコードはこことこことこの3箇所、こんな風にガズは押さえてます。これでもいいですけどね。まずこっちの押さえ方は、人差し指が3弦、中指が1弦、薬指が2弦で、こんな風に押さえるとね、ガズはこの押さえ方。これでもいいですよ。1、2、3弦こうやって押さえてピッとこう立てる。はい。はい。これ G から G7 っていう感じで、ちょっと途中でね、フレーズとして使っていきたいと思います。このコードを使って、かっこいいバージョンをさらに盛り上げていきましょう。今日ね、このかっこいいバージョンはね、やっぱ印象的なのはリズム。でね、このね、ホワイトクリスマスって YouTube で見てもらうとわかるけど、いろんな方が様々なこのアレンジでカバーされてるんですよ。なんで、これ迷うところなんですけど、ガズレレ的には、ちょっと8ビートとルンルンビートが混ざった。ちょっと軽快な感じでやってみようかなというふうに思ってます。この8ビートとルンルンビートっていうのはですね、今つまりシャッフルのリズムで、このシャッフルって跳ねたリズムね、チャッカ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 、これでやりたいんですけど、はい、今映ってるこの2つのリズムの紹介はちょっとこちらにちょっとリンク行ってみてください。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、それぞれ8ビートとルンルンビートっていうその感覚を混ぜた弾き方なんでね、参考にはなると思いますけど、これ基本的に8ビートっていうのはもうガズレレでは入門帳の基本の一番このリズムのね、入門のやつなんで、まずそれ見てもらうのいいかもしれません。で、じゃあちょっとその練習してみましょう。じゃあ C で弾いてみると、じゃん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 、跳ねてるリズム、じゃん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 、ワン、ツー、スリー、フォー、アー、ドリーミーナーワイ、こんな感じですね。ちょっと跳ねてる、じゃんじゃんじゃん、ゆるい感じ、しなやかに手首を使ってリズムがこうガチャガチャしちゃダメですよ。力入れるとダンダンダン、ガキガキならずに優しくダン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 、体もこうしなやかに動かして、この優しい感じをこう繋いでいきましょう。で、ちょっとダンディーな感じも欲しいんでね、あんまりこう元気いっぱいっていう感じじゃないですよ。ちょっとこう脱力したリラックスした感じのビート感が出せるといいと思います。この
跳ねてる感じを出すのは結構難しいと思うんですけど、ちょっとこうあのデモ演奏とか原曲聴いてもらってね、あのこの緩やかな感じをイメージしてこう演奏するのが大事になると思います。やってみてください。はい、それでは曲のね流れで解説していきたいと思います。まず A メロの一番最初にねフレーズ1っていうのが入るんです。ちょっとやってみます。 1,2,3,4 I'm dreaming of a white 今のかっこいいでしょ。 Dreaming of a white、 はい、これはですね結構簡単だと思います。ちょっと一応タブっていうのを出します。これ今映ってるやつなんですけど、この読み方わかんない方は概要欄にリンク貼っておくんで一応見ておいてください。ただ数字の羅列なんでね、タブっていうやつほどでもないんですけど、コードですね。まず最初 C のサス4って言われてる C を押さえた時、この2弦の1フレット、ここを弾きます。はい、その次に3000でただの C ですね。この次がポイント、 C 押さえたまま3弦の3フレット、ここです。ここを弾く。はい、ここだけ弾くとすごい不思議に気持ち悪いけど、まあこれ大丈夫ですから。そしてまた C を弾くです。これ4回連続で1個ずつ弾いてみるとこうなります。はい。かっこいいでしょ。これでやってみると、ここ。はい。これをやってみてください。結構簡単でしょ。2弦の C を押さえたまま2弦の1、ただの C、C を押さえたまま3弦の3、ただの C、 これだけです。クリスマス、はい、ここがですねかっこいいんです。これをこう滑らかにこうちょっとね、あの弾けるようになると、こう流れの中にねこのメロディーが入ってくるとすごくかっこいいです。これ1番も2番も共通して出てくるんで、ここをやってみてください。でその後 I dreaming of a white Christmas、 ここのクリスマスのところがちょっとかっこいいフレーズを入れます。ちょっと最初からやってみます。 1,2,3,4 あーフレーズよ。次です。クリスマス。今の D7G7G。これね、D7G7G7G7 って書いてるでしょ。これちょっとここだけやります。1,2,3,4。はい。D7G7 ジャガジャガ。こんな感じだと。クリスマスダンガダンガ。はい。このクリスマスに合ってるんですね。クリスが D7。マスが G7。クリスマス、ジャンガジャンガ、ジャースライ、こんな感じですね。この決めもかっこいいですね。なんでこの曲の歌の1行目、結構かっこいいフレーズが詰まってる。ここがキーポイントね。あとはその後は結構淡々と流れていって、この2番になるんですけど、2番になって、さっきのシンプル簡単バージョンでもターターって伸ばしたところはあったと思うんですけど、そこも同じような感じで伸ばしていきます。With every Christmas card I write から、2番のちょっと、途中ぐらいからやってみましょう。1、2、3、4。With every Christmas card I write、 C サスポーから C に行って May your days be merry、 次ですよ。 May bright minor で伸ばして And may all your Christmas days be bright、 こんな感じですね。ここすごい特徴的な決めが結構こう連続していくんで、ここはよく何回も見て確認してください。そして、今のところやったらもう一回ね、1番と2番をかっこいいバージョンは繰り返して、ロングバージョンというか一応フルコーラスバージョンでやってみようと思うんですけど、で、ずっと繰り返してきて、一番最後、もう一回2番の一番最後に戻ってきた一番最後の最後で、ガズレレオリジナルのかっちょいいエンディングを無理くりつけてみようと思います。ちょっとやってみますね。急にノリが3連のリズムになるんで、注意しておいてください。May your days be merry Christmas bye からいこうかな。ワン。To May your days be merry and bright, and may all your Christmas be light. この終わり方。かっこいいですよね。これたまにこの終わり方出てくるんですけど、 C から C7 いって F から Fm いって G7 で止めて C なんですけど、1弦の5フレット、これ C アドナイスって言うんですけど、 C の1弦の5フレット、これで終わるよ。これをですね、ちょっとブルージーの終わり方を引っ付けてみました。これガズレレオリジナルアレンジですから、普通に終わりたい方は普通に終わってくださいね。クリスマスイズ
で終わっても全然いいですけど、ちょっとなんかね、最後盛り上がりたいなと思ってちょっとつけてみました。そんなわけでこの曲は、やっぱりこのシャッフルの跳ねてる感じ、やっぱりクリスマスってちょっと楽しくて嬉しくてウキウキする感じ、これは世界共通でございます。体を使ってこうリズムを生み出す、これが大事ですね。でやっぱ歌詞ですけど、やっぱこれね、なんとなくこう英語の歌詞を読んでこうイメージできる部分はあると思うんですけど、やっぱり英語の和訳を読んでもらうのもいいと思うんですけど、まあでもあんまりねクリスマスのこのイメージをそれぞれのみんなが持ってるこの楽しいクリスマスのイメージでこれ奏でるのがいいんじゃないかなと。このメロディー歌ってるだけでね、めちゃめちゃクリスマス気分になりますからね。はい、そんな思いとともに歌っていきましょう。それではやっていきましょう。ホワイトクリスマスガズレレ流かっこいいバージョンやってみる。クリスマスソングの名曲中の名曲、ホワイトクリスマスガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。なんかもう本当に気持ちがいいというか、ニューヨークに行ったみたいなね、おしゃれなこうバーでなんか弾きたいなみたいな、そんなイメージですけど、はい、ゆったりとこのふんわりしたこのリズムの中でこの曲演奏するのがいいと思います。やっぱ楽しいやっぱ気分でやるのがいいかなと思います。はい、ガズレレ、さっきも言ったけど概要欄にも貼っておきますけど、クリスマスソングいっぱい取り上げてるんで、今からどんどん練習していきましょう。さあ音楽楽しんでいこうね。そしてお知らせです。皆さん、スマホとかタブレット持ってる方、これ入ってますか？ガズレレでリリースしているアプリがあるんです。ガズレシピというアプリ、これがめちゃくちゃ便利な、楽譜が見られるサイトなんですけど、すっごい見やすい楽譜で、簡単バージョンとかっこいいバージョン両方の表記があって、あとメトロノーム機能とか、あとね、画面が自動スクロールしたりとか、すごく多機能な、アプリになってるんですよ。これにですね、新たな楽曲が40曲追加されましたよというお知らせでございます。今、すぐにですね、皆さん、スマホとかタブレットにこのガズレシピ、検索していただいて、インストールお願いいたします。これ楽しいアプリになってます。無料版ですけど、中でいろいろ有料の楽譜を変えたりすることになってます。無料版がありますんでね、ひとまずはダウンロードとかインストールをお願いします。そして、この、アプリで使用している楽譜がなんと、本当の本にもなっております。リアルな本ですよ。これは、ガズレレが出版している本でございまして、この後紹介するリットミュージック
ックの本とはちょっと違うやつで、こっちはかっこいいバージョンのね、さっきも言ったけど、あのガズレシピっていうのは簡単版とかっこいいバージョンで両方の表記があるっていうところがちょっと特徴的でございます。これをですね、もう大絶賛、Amazon でご購入いただけるような状態になってますので、ちょっと Amazon 内でガズレシピと検索してみてください。そしてガズレレではですね、日本の最大の楽譜出版会社、リットミュージック社さんより、こういうね、楽譜、簡単楽譜の、出版をしております。今4冊出てるんですけど、これがものすごいベストセラーになってまして、ありがとうございます。この4冊で累計16万部を超える、すごくヒット商品になってるんですけど、やっぱり簡単でとにかく分かりやすいっていうのが特徴です。この本はですね、もう大型書店さんとか楽器店さん、もちろんインターネット書店さん、 Amazon とか楽天ブックスさんとかも置いてあります。これはあの本当におすすめですね。初心者さんはまずはこれを、ゲットして練習していただくのがいいと思います。その他にガズレレではいろんなグッズもリリースしてます。このストラップとかキャップはハニーさんのハンドメイドだったり、これについてる水引きなんですけど、これ私の両親が水引き歴も50年以上の大ベテランが作って手作りものだとか、まあいろいろそういうこともあったりとか、まあまあこのガズレレのホームページ見ていただくと大体のことわかると思うんですけど、とにかくいろんなことやっております。このウクレレもね、毎月後半にね予約注文とか受け付けて、またそれもね YouTube でもアナウンスしてますけど、とにかく山盛りガズレレのホームページをご覧になってください。さあ皆さん、楽しく音楽やっていきましょう。音楽って聞くのもいいけど、やる方がもっと最高。ガズレレ YouTube チャンネルと、最近ではね、あの鍵盤楽器ピアノでもガズレレのやり方でやったらものすごく面白いよっていうね、ガズピアノという、YouTube チャンネルも始めてます。こっちもめちゃくちゃ簡単でめっちゃ面白いんで、これもね、ガズピアノぜひ、探してみてください。楽しく音楽やろう。それじゃあ皆さん、さよなら。